皆さんこんにちは、ムチョと申します。40口の出資申し込み結果発表ということでですね、いやついにこの日がやってきました。6月30日上半期終了日に行われる一口会員にとってはもう全てがね決まる日と言っても過言ではないこの日なわけですけれども、この動画撮ってるのが12時、しっかりとねお休みを取って準備万端の状態で10時に発表された結果っていうのを見ていきたいと思います。一応ですね、前の動画にもしましたけれども、こんな感じでですね、私出資申し込み候補馬に順位っていうのをつけまして、第1希望としましてはですね、ファージンゲルの22、新勝はフィエルマン3区ということにしたわけですが、まあ予定通りですね、このまま本場に出資申し込みっていうのを1頭入魂でですね、させていただきました。まああの動画の後に、旧車とかいろんなね、ちょっとサーチしてみて、まあ具体的に矢島さんにやっぱり管理されるっていうことが分かったりですね、まあ他にもいろいろ面白い情報あったんですが、やっぱりこの順位を大きく変えるところまではいかずですね、まあ、やっぱり何より決闘的に言って本場以上に一発ありそうな馬っていうのはなかなかね見当たらなかったこともありまして、まあブレずに行かせていただいた次第でございます。一応昨日ですね、その一時募集の時点で満口になった馬っていうの自体は発表されまして、やはり本場もですね満口っていうことにはなっておりまして、まあつまりはこれから見る結果でですね取れていなかった場合は、まあ当然ながらもうチャンスはないっていうことになっております。ということでね、前置きはここまでにして結果見ていきたいと思います。メールとかもですね見ておりませんので、本当に初めて見ますね。まあ出資できれば本当に嬉しいことであるんですけれども、まあある意味ではちょっと怖いところもあってですね、やっぱりできていた時にはもう大きな金額をね払うっていうことが確定するわけで、いやーまあ外れたら外れたらでね、それは浮くっていうことにもなっているっていうことを考えると、まあやっぱりどこかしらでね、まあ落ちちゃってもしょうがないかなと思うところはまあなくはないわけですね。まあでももちろんね、そのリスクも覚悟しての出資申し込みですから、もうその金額をね超えてくれる、活躍してくれると見込んでの出資ですので後悔はありません。では早速いきましょう。ホームページにやってきまして、まあもうログインした瞬間におそらく分かると思います。いきましょう。さあ来ました。ちょっと気になったのが、現2歳の出資馬クリスマスパレードも今日更新されてるみたいですが、それはちょっと後で見るとして、出資申し込み結果いきます。来ました。希望順1、番号29、ファージンゲルの22、結果当選でございます。いやーありがとうございます。いやー来ましたね。ということで無事ですね、超絶気配のフィエルマン3区ファージンゲールさんに出資することができました。いやもう募集場ラインナップ出た時からね魅力を感じた一頭に、信念をぶらさず最後までねここまで来れたことを本当に嬉しく思います。これでですね、まあ出資契約通知書が届いて、そしてね現実的な意味では50万円という大金をね、まあ、お支払いすることにはなるわけですけれども、まあでも今本当に素直な気持ちとしてはですね、いや結構やっぱ嬉しいものだなということですね。まあやっぱりね、どんだけ血統良くてもね動きがいいって評判前に言われてた馬ではあってもね、結局走ってみないとわからないっていうところもありますし、やっぱこの馬を選ぶっていう段階がね最高潮の場合っていうのも非常にありますので、やっぱりそういった意味ではね落選にならず無事こうやって丸をねいただけたことは本当に嬉しいことでございます。ということでね、まあ改めて本場そのちょっと夢っていうのを描かせていただきますと、まあ、やっぱり父譲りのねその瞬発力を武器に、もう夢は大きく金箔クラシックと言っておきたいですね。やっぱりね、前の動画でも言ったように、このディープ系×ストームキャットゲー、そしてアンブライドルドも入ってるしっていうのは、もうこれまでどれだけねそのクラシック戦線を沸かせてきたことか。いや間違いなくフィエルマンはその素質を引き継いでる馬だと思いますし、まあ、実際ポイントにもですね、本場の輝くステージは芝の中距離戦と見て問題ないはずですと書かれておりますしね、まあ、やっぱりディープも自身がねマイルとか走ったまではなかったですけれども、あれだけマイラーが独出したっていうのは、やっぱり母系にねこういうストームキャットとかアメリカの短距離スピードヘッドが入ってくると、まあそこもしっかりカバーできるっていうことになるっていうことを表してたと思いますから、まあ、まさにフィエルマンもね、まあ、2000m からの
の G1 実績が目立つところではありますけれども、まあ、やっぱりこれだけストームキャットの血が入ってたらね、まあそれこそ阪神、チューベナイル、桜花賞といったマイルもですね、いや、こなしてくれるんじゃなかろうかと、まあ妄想するだけならただなんでね、まあしておりますよ。まあ、あとはもう単純にそのスピード能力と言いましょうか、そこにつきますね。具体的にはもう明らかにクラシック向きの一途だと思うんで、もうシンプルに能力が高ければいいなといったところですね。まああとはもうこれ最近ねすごく痛感してるんですけど、もうとにかくね、もう無事に健康にいてほしいですね。もうこれは動画にしようとも思っておりますけれども、いやついに私の出資馬からあのクッケーンの馬が出てしまいましてですね、しかも結構な期待馬、いやそれこそねこれからワンチャンスクラシック参戦もね期待してた一頭だったんですけれども、まあ、やっぱりもうそうなってしまっては1年弱ぐらいは絶対に帰ってこれないということになりますので、もう手当金9ヶ月以上でもらってしまいますしね、まあ、もうですねその走る走らないはもちろんありますけれども、もう走って結果的に負けてもいいとは言いませんけれども、やっぱり走っておらないとどうしようもないというか全くもって楽しみがないっていうところをすごく感じてますので、まあとりあえずその能力あれだしクラシック参戦っていう夢に届かなかったとしてもですね、まあとりあえず競馬場で元気よくね走る姿っていうのを見せ続けてほしいなっていうのは思いますね。まあそういった意味でも現時点ではその替え馬食いが良好とかね、足元の不安などなく順調に日々を過ごせている、丈夫な競争生活は確約されたものも当然と言えるでしょうっていうコメントは非常に心強いものもありましたし、まあこのポイントを信じてですね、もうあとは応援あるのみといったところでしょう。いや本当に思ってる以上に順調にいかない馬っていうのは多いんでね、これから初めてやる方とかにも本当にそういうポイントとかでちゃんとご飯食べられてるのかとか、怪我なくこれまで順調に育成できてるのかっていうのは絶対ね見ておいていただきたいですね。またやっぱり歩様とか見て、その馬体の押し出しとかそんなにわからなかったとしても気象的な目はやっぱ出てる馬が多いと思うんですよね。まあ目であったりとか、あとは尻尾であったりとか、やっぱりそこら辺が基本的にもうその動画撮影の時点から荒ぶってる馬はやっぱりトレセンに行ってもより厳しい状況を積むわけですし、もうレースなんて言ったら相当な緊張感があるわけですから、もうそれ以上になるのはもう間違いないわけで、もうそうなってしまったらやっぱり能力どうこうの話じゃないっていうところはありますので、だから健康気象そういったあたりも地味に大きなポイントだと思います。で先ほども言ったようにですね、新規開業厩舎と表記されていた厩舎は具体的なお方っていうのが分かりまして、やはり矢島さんですね。慶応出身の手塚厩舎で長らく勤められた方っていうことになります。やっぱり調教師オタクなるものね、当たって嬉しいなっていうところではあるんですけれども、やっぱり調べてみた感じですね、フィエールマンの担当ってわけじゃなかったのかもしれないですけれども、やっぱり枠決まった時のコメントとかもされてたので、まあ、全くもって接点がないっていうまではまあさすがに同じ厩舎なんでねないと思いますね、まあ、だからこそ関係性のあるお方としてこちらに新規開業の中でも予託した部分っていうのはあると思います。どうやらですねこの方はあのもうユーバーレーベンだったりウィン・マリリンであったり、そういったですねもう牝馬のクラシックサイヤーや海外 G1 馬までもう最近もしっかりと担当されてたということで、いやこれはですねまさに本馬もそういった要素を持ち合わせてる馬ということで、いや相性いいんじゃないかなってちょっと思わせましたけどね。もちろんボバでもねシネルマイスターとかでも携わっていたわけでいいとは思うんですけれども、まあでもやっぱり厩舎によってそのボバ牝馬得意不得意っていうのはある中で、まあ少なくともその調教助手時代はですね牝馬でのそれだけ輝かしい実績を持ってるっていうのは、いやポジティブ要素と捉えていい事柄なんじゃないかなって思いましたね。まあこれが騎手とかだったらねちょっとボバ牝馬の G1 どっち勝ったとかってあんまり関係ない印象もあるんですけど、調教助手になってくるとやっぱりもうかなり育成の段階で大きく携わってる方っていうことになると思いますから、まあ少なからず得意不得意っていうのはあってもいいんじゃないかなって思うんですよね。ということで考えすぎなところもあるかもしれませんが、調教師オタクとしてはそんぐらいね、いや突き詰めて、いや検討する価値っていうのはあると思っております。いやぜひですねもう初年度やっぱりノーザンさんの馬で結果を出すっていうのは矢島さんにとっても非常にねその後に向けて大きな役割を持つと思いますから、いやぜひとも本場でねスタートダッシュを決めてくれたら嬉しいなと思います。でですね、私の出資馬としてはこのぐらいになるんですけれども、驚いたのがですねその厩舎っていう意味では明らかに矢島さん以上にもうノーザンのゴリ押しが入ってきてるお方っていうのがいましたね。いやこれは本当に
将来的にはキム・テツさんとか宮田さんレベルになってもおかしくないかなと、ちょっと想像以上に多かったですね。というのも他のですね、ノーザンファームの新規予託、あ、美穂ですね、立東は確かに福永さん多いんですけど、美穂っていう意味ではもう相当あの堀厩舎に所属していた森さんに集中してますね。例えばサンデーレーシングにですね、ファストフォリアの子が来るっていうことでご紹介しましたけれども、まあもう全市にですね、重賞馬サブライブアンセムがいるという超良血、もう宇宙格で言ってもそれこそコーステッドと同じ5000万円っていう金額の本馬がまさにその森さんでですね、でかつサンデーからはもう一頭ボバのミッキーエレサンク、カレドニアレディっていう馬までも森さんなんですよね。いやーこれはですね、開業初年度からサンデーから2頭っていうだけでも相当珍しいことだと思いますし、しかも5000万円と3000万円のボバとヒンバっていうのは、いやこれは明らかに今後押していくよっていうことを表してると私は思いますね。でこれだけではなくですね、 G1 のもう一頭、こちらも重賞2着があるお母さんのですね、ナダルサンク、2400万円の馬も森さんということで、もうノーザンから一気に初年度から私が調べた限りだけでも3頭、いやーこれは本当に去年の上原さんどころではない、相当なバックアップと言えると思いますね。しかも前頭ただ来ているじゃだけじゃなく両欠と言える馬たちですし、いやーこれは本当に初年度でこれなら将来的には全然やっぱりね、キム・テツさんぐらい一両揃ってきてもおかしくないスタートと言えると思います。まあ実際去年ノーザンさんからの新規予託があった、そして堀さん厩舎所属だった岡田っていう意味ではかなりね要素の近い上原祐希厩舎も、まあ、まだ引き継いだ馬とかが多い段階とはいえ4勝を挙げていて勝率8分9厘負勝率2割4分4厘っていうのはやっぱり見ていいスタートを切っていると言えると思いますね。回収率で言っても現時点で 100% を超えておりまして、まあ、やっぱり期待以上に走らせてる厩舎っていうことは言えると思いますね。まあもともとノーザンファームにも勤務していた方で堀さんのところで働いていたっていう、もう競馬界で言ったらエリート中のエリートの経歴を持っているわけですから、まあ、やっぱりこの結果も納得かなといったところで、ただこの方以上にノーザンさんが信頼を置いていると言っても過言ではないのが今回の森さんっていうのが分かったわけですから、ぜひですね忘れてはいけない新規の方として覚えておいていただければと思います。ちょっとギエナの22だけが分かんなかったんですけれども、多分八嶋さんなんじゃないかなって思ってますけどね。ただ千葉さんっていう騎手上がりの方もですねいらっしゃいますので、まあ、ちょっとどっちになるのかなっていうところではありますね。まああくまで個人的な初年度のバックアップ度合いとしては、車体系のつながりランキングとしては、まあ、まずはやっぱ福永さんは、まあ、ノーザンも車大ファームとかもやっぱり手厚いバックアップがありますけれども、それ以上にノーザンファームっていう意味ではやっぱもう森さんの方が厚いのかなっていう印象も受けましたね。でその後にやっぱ矢島さんも女子時代の結果を見てると結びつきではありそうだなっていうのは感じますし、あとは矢島さんの場合はやっぱりマイネルさんやウィーさんからも予託があってもおかしくないんじゃないかなっていう結果は出してる気がしますね。やっぱそのお三方っていうのは、まあ、あくまで質的に言ったら初年度から結構揃ってくる方々なんじゃないかなと思っております。ということでね、皆さんは出資申し込みどういった結果になりましたでしょうか。今年はやっぱり車大レースホースの人気がかなり上がっていてですね、ちょっとまさかの落選みたいな方もいたかもしれないですね。逆にサンデーの方がちょっと取りやすくなったりしてですね、そちらで当選したっていう方もいるかもしれません。まあ、またそこら辺はね、ちょっと人気状況、どの商売が人気だったとかっていう動画も作りたいと思いますので、ぜひ見ていただければと。まあとりあえずはね、無事に私としては狙った馬っていうのに出資できまして、まあ良かったかなというところでね、まあ大きなね、夢を見れたらいいなと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。